ラティテュードはフランスの自動車メーカー、ルノーが販売する大型セダンである。ただし、UAE やクウェート、バーレーン、カタール、オマーン、メキシコにおいてはサフランを名乗る。参加の韓国、ルノー・サムスンで製造される L43 型 SM5 ベースに前後衣装やエンブレム類をルノー向けに仕立てた車種として発表された。社名は英語で自由。 裁量を意味し、生産は SM5 とともに、ルノーサムスン不山工場で行われる。不山工場において、ルノーサムスンの2010年の年間輸出台数10万台目と2011年5月に達成した輸出台数通算40万台目の節目を飾っている。上述の通り、シムケチによりエンジンやトランスミッションの設定が異なるが、エンジンは K9K。 M4R、MQR、VQX、V4U、V4Y の計6種、トランスミッションは、エクストロニック CVT、6MT、6AT が、エンジン別に組み合わされる。ボディサイズは、全長が 5mm、長い以外は、ベースの SM5 と、同値で、足回りも SM5 同様フロントにストラット、リアにマルチリンクを採用している。また、 プラットフォームについても SM5 やラグナ、ティアナと同じ D プラットフォームを採用する。一部シムケツの仕様はインパネ形状が異なり、2代目、ルノーサムスに SM7 と同じ形状が採用される。ありがとうございます。